カオリンとアンズちゃんが、保護主さんのところに戻ってから2日目になります。このジャン君ポンちゃんはずっと2人で、寄り添っています。こう夜寝るときもですね、今引っ越し作業のため、引っ越し荷物の隙間でみんな、小さくなって寝ているんですが、その間に入って二人で抱き合って寝ているという状態ですね。これはちょっと特殊な状況で、みんなで家族で身を守っているというような雰囲気なのかもしれないんですが、このままですね、引っ越しが済むまで今ケージの中にいますが、この状態が出来上がっていると大変ありがたいです。いかだね。保護主さんのところに戻りました。カオリンちゃんですね。カオリンちゃんは大体丸1日、ハンガーストライキをしていましたが、ご飯をちゃんと食べているそうです。排便の方も、大丈夫だということでほっとしています。そしてですね、その翌日に、保護主さんのところにまた別のですね、保護主さんのところに戻りました、アンズちゃん。アンズちゃんも、ちゃんとご飯も食べたそうですので、これも合わせて、嬉しく思っています。そしてですね、例えばちょっと寂しそうにしているとか、寂しそうに泣いているときには、うちのですね、YouTube の音声を聞かしていると、お二人ともですね、おっしゃってました。そうすると静かになるのよ、ということでした。役に立っている。元気で頑張りなさい。引っ越しの際の搬送用に買ったソフクレイトというやつですね。それに、ポンちゃんが入ってくれています。黒地に黒なのでさっぱりわからないかな。あ、見えてるかな。こんな感じね。はい、これでジャン君と2人で入ったら100点です。はい、入りました。だいぶ余裕あるね。これだったらゆったり行けるけど、車に乗るんでしょうか、こんな大きいもの。遊んでる。あれ、それだけですか。チェックでしたか。はい、それじゃあ今日はちょっとお留守番お願いしますね。できます。